はい、では、えー、数値例を見ていきましょう。えー、とここで考えるです、ね、数値問題は、まあ、前回 L1 最適化でできたこのスパースなです、ね、80字多項式これを復元する問題です。すなわちこの80字多項式に対して0、0.1と、まあ、そういう点を1まで取っていってこのです、ね、11個の点をデータとして与えて。 この11個の点から元の,の8多項式を復元しましょうとまあいうふうな問題を考えます。これはあの係数を横にこうバーッと並べたんですけど、最初の係数がマイナス1。あ,あと78個の0が並んで、1が出てきて0というわけですね。これが答えです。正しい答えです。ただ、この正しい答えをうまくさっきの11個のデータから推定できるかということを見てみます。 えっと、L0 ノルムを L1 ノルムに禁似してですね、L1 最小化問題やると、これバッチリ解けますよっていうのは前回やったことですね。で、これはあの係数をプロットしたやつですけども、最初にマイナス1が来て、あとずっと0で1が来て、で、最後0というふうな感じでですね、ちゃんと答えがバッチリ求まっています。で、マッチングパースートもやっぱりちゃんと答えが求まっている。オーソゴナルマッチングパースートもきれいに答えが求まっています。 一方ですね、このイテラティブハードスレッショルディングとか、イテラティブ S ス,スパース近似、イテラティブ S ス,スパースアルゴリズムですね、これはあのちゃんと答えが求まっていません。これは、あのまあ、要するに先言ったようにです、ね、局所最適解に陥ってしまってです、ね、もうこれ以上収束しないということになっています。であとですね、高速サンプですね、最後に出てきたやつもきれいにあの答えが出ているということになります。 これちょっとあの残差とかですね、何回繰り返したのかっていうのを表にまとめますと、こんな感じになります。えー、っと、L1 最適化は誤差がこんなに小さくなります。で、この誤差に達するために10回繰り返し計算をしましたということですね。で、マッチングパー数とは、L1 最適化よりもちょっと誤差大きいですけども、まあ、こんな感じで、まあ、これもまあまあ小さいですよね。で、繰り返しは18回。 OMP はめちゃくちゃ良くて、誤差がこんなけになっています。これ、この中で全部、中でも一番いいんですけど、こんなけになって、繰り返し回数も2回と。IHT と ISS ですね、スレッショルディングアルゴリズムなんですけど、これは、えー、とこんな残差で、これ全然だめですよね。でこれ、繰り返し回数が10の5乗ってなってますけど、これ何かというと、要するにあの10の5乗で,ですねあの、えー、繰り返しをもうずっとあの止まらずに。 繰り返してこれ最大繰り返し回数ですよね。最大繰り返し回数までいってしまうということで、これはあの今回は収束しなかったということになります。で高散布っていうのは、あのまたです、ね、いい感じでもう結果が出ています。これ全部見ていくと、誤差っていうのは OMP が一番小さくなります。で繰り返し回数も OMP が一番少ないですよと。IHT と ISS っていうのは収束しませんでした。 でこ,これで見ていくと、今回の例題では OMP が一番いいですということになります。ただ、これあの OM P いち、OMP がいつも一番いいかというと、そうではなくてですね、まあ、別の,あの計算してみると、別の計算では IHT が一番良かったりとか、まあ、そういうのは当然あります。すなわちですね、こういうあのグリーディアルゴリズムというのは、 問題によってですね、どれがいいのかっていうのが変わってくるんで、まあ、いろんなアルゴリズムをまず試してみてですね、で、トライアルエダーって書いてますけども、試行錯誤でですね、一番いいアルゴリズムを見つけてくると、まあ、そういうふうな作業が必要になってくるわけです。はい、では、えー、ここでですね、あのグリーディーアルゴリズムの内容は終わりです。えー、今回はですね、グリーディーアルゴリズムを勉強したんですけど、グリーディーアルゴリズムっていうのは、 l ル最適化問題をそのまま解くです、ね、方法になります。で、今回、えー、ですね、紹介したあのグリーディアルゴリズムっていうのは全部線形収束すると。だから、L1 最適化で出てきたですね、プロキシマルスプリーティングアルゴリズムに比べたら収束はもうめちゃくちゃ早いです。ただ、収束早いんですけども、その回っていうのは局所最適解に陥るということになるわけですね。 であのそれは必ずしもグローバルオプティマイザー、すなわち最適化問題の解とは一致しないと、まあ、そういうことになります。はい、以上で、今回の内容は終わりです。